はい、ということで今週も始まりましたハイチのダラダラジオ。今週はですね、今 YouTube 界をちょっと賑わせているあの話題ですね。と言っても皆さん知らなかったらごめんなさいなんですが、今度いつからかちょっと自分のところ情報落ちてないんでわからないんですけど、 YouTube の高評価と低評価の低評価がなくなると、表示がねなくなるっていうことらしいんです。皆さんなってないですよね。私なってないんですけど、まだこれいつからなんだろうな。もうなってる方いたらちょっとコメント欄で教えてくださいね。で、なんかどういう感じかっていうと、今多分高評価が、このダラダラじゃと高評価100の低評価15とかなってるかなわかんないけど、そんな感じになってるんですけど、低評価の数字だけ出なくなるのかな、表示が、みたいな感じになるらしいんですよ。で、今までのこのYouTuber 側ね、投稿者側が、設定できるのっていうのは、その数字を表示しますかしませんかはできたんです。だから、他のね、YouTube 投稿されてる方の中では、高評価と低評価っていうその文字は書いてあるし、皆さんボタンは押せるんですけど、数字が出てないみたいな。ってあると思うんです。自分の場合は出してますけど、出すか出さないかっていう感じだったんですよ。で、それが、もう出なくなる。低評価の数字に関しては。選択じゃなくて。っていう風に変わるらしいんです。で、なんか聞いてる話だと、そのね、低評価をいっぱいつけることによる嫌がらせとかそういうのを防ぐためみたいなのが一応目的として言われてるらしいんですが、それについてね、一応 YouTube やってこれでも10年目の、子さんも子さんなので思うことをね、今週は話していこうかなと思います。で、これにあたってヒカキンさんがね、それが決定した時にすぐ動画を上げてらっしゃって、ちょっと全部は見れてないんですけど、最初の何分間かね、ヒカキンさんのこう考えをこう早送りして見させてもらってて、でも本当ねその通りだなって思うことがほぼだったんですけど、まずそのねニュースを聞いた時にまず思ったのは、いや選択制にすればよかったじゃんって思ったんです。なんか今回今んとこ聞いてる話だと、もしかしたら私の勘違いだったりとか、これからね話が変わる、まだ本実装なってないっぽいので、本実装になった時には選択制になってるかもしれないんですけど、その低評価だけを表示しませんみたいな、つまり高評価だけ表示するか、今までみたいに両方表示するか両方表示しないかっていう選択にすら良かったと思うんですよね。で、これ、皆さん実際ね、高評価だけの数字が出るようになって、そのね、YouTube を毎日こう使っていったら慣れるとは思うんですよ。今んところね、最初は違和感あるけど、慣れるとは思うんですけど、やっぱり低評価の数字だけ隠していると、隠れていると、違和感というか、そのね、高評価の数字の価値さえも薄れてしまう気がするんです。個人的な意見ですけど、例えば高評価が1000ありますと。で、それで高評価1000で低評価が例えばじゃあ本当15とか、1桁とかだったら、なんとなくいい動画な気がしません？それって、俺だけかな、俺そういう風に思っちゃうんですけど、でも高評価1000で低評価2万だったら、それって意味合い変わるじゃないですか。同じ高評価1000ですけど、でも低評価2万あるのと低評価1桁だったら、でもそこを隠してしまうと、じゃあ高評価1000で低評価が1桁だった動画さえも、いやこれ低評価いっぱいあるかもしんないよねって、どこか斜に構えて見られちゃうし、俺も視聴者側としてそう見ちゃう自分がいるんですよね、俺の中には。だから、そこは本当さっき言ったように好みの問題で、全員が全員それで統一するんじゃなくて、選択でよかったんじゃないかなと思うんです。それに嫌がらせというかね、いう防止で、実際皆さんがね普段使ってながらどう感じるかわからないんですけど、高評価低評価って、私は一 YouTuber として思うのは、やっぱりモチベーションに相当関わるんですよ、高評価低評価って。再生回数とか、皆さんからいただくコメントっていうのはもちろん大きなねモチベーションのこう元になるんですけど、高評価低評価ってはっきりわかる数字なので、やっぱそこがさ、低評価が表示されなくなるとなったとしても、多分うちら側は見れるんですよ。今現在高評価低評価を表示してない方もマイページに飛べば見れるはずなので、だから低評価いっぱいもらってたら他の人には知られなくても自分は知るんですよ、結局。だからダメージは負うし、そうなので、嫌がらせ防止というか、低評価がね変に多くて、その
低評価多いところにはその低評価つけたがる人が集まってくるっていう傾向はやっぱりあるので、そういったなんか嫌がらせの連鎖っていうのは防ぐことがね、未然に防ぐことができるかなとは思うんですが、選択でよかったかなっていう、まあ、みんな統一することによってさ、多分視聴者ユーザーの皆さんが慣れるっていう、そういう場所だよねっていう風にできるからっていう、まあ一種の強制力を持たせたんだろうなとはもちろん理解はできるんですけれど、一投稿者としてはちょっと苦しいというか、どうなんかなって。私は低評価は普通にあって、あ、表示ねしたい人はしてた方がすっきりするっていうね。なんか自分はすごいやってて、そっちの方がなんか、ちょっと言い方悪いけど正々堂々やってる感じがして、好きなんですけどね。そうなので、まあまああれですかね、まあ低評価の方が隠れてしまうとしても、高評価いっぱい押してくれると嬉しいなっていうスタンスは、まあみんな全 YouTuber 変わらないとは思うので、まあ、やることは変わらないんですよ。投稿するねことも変わらないし、そう、ただこれも多分ヒカキンさんがおっしゃってたやつなんですけど、その低評価が表示されなくなるから、さっき言った高評価1000で低評価2万っていう2万が出なくなるんですよ。高評価1000であることしか事実として表示されなくなるから、過激なことはしやすくなりますよね。だその分、その YouTube 側が、規制をちゃんとする、まあ昔に比べれば、10年前に比べれば規制は本当厳しくなったし、あの変な動画って言い方も悪いですけどね、その見るに耐えない動画も減りましたよ。でもゼロじゃないじゃないですか。隙間を縫って投稿はできるので、で投稿する前に防げればいいですけど、投稿した後に防いだとしても、できてること、投稿できてることは変わらないので、そこで低評価出ないしってやっちゃうぜみたいなのが出てくる可能性はありますよね。やっとなんかこう犯罪絡みのものとかが徐々に減ってきている印象があるのでね、 YouTube なんでも皆さんもね記憶に新しいでしょうけど、いろんなね事件絡みのことあったじゃないですか。 YouTuber とさ名乗る人がなんだっけ、宅配業者だっけ、黒猫ヤマトのなんか集荷の場所にこう殴り込んでいったみたいなのとかあったり、あとはね、まあ、他のもちょっと挙げたらキリがないんであれですけど、そういうのが増えていっちゃうと、また YouTube っていう場所が全体のイメージが悪くなっちゃう。ちゃんと真面目にこうコツコツやってる方がほとんどだから、ね、そのトップ YouTuber の方でもすごいこういろいろ気を配ってというか気をつけてされているのに、こうホワイトね、しっかりやってるホワイトと、そういうブラックだったらやっぱ黒の方が目がいくので、基本的に人間っていうのは、そっちでまたイメージがなーなんていうのは思いますよね。そう、まあ私もね、こう YouTube に授業とか教育を混ぜてもうボロクソに叩かれた人間だから、そのイメージをもう頑張ってって今あれだけど、でもいい方向になるようにと思ってやってきたつもりなんです。これでもだからそこがまたなんか崩れちゃうのは嫌だなっていうよりもすごい辛い、そうなってしまったら。だからもちろんそうならないようには気をつけますけど、そんなことを思いましたね。まあ、皆さんもぜひ、各々の思う感想等をね、コメント欄に書いていただけると、ああ、そっかそっかってね、私も発見があるかと思いますので、ぜひぜひコメント欄の方も書いてみてください。そして、あんま普段言わないんですけど、ぜひ高評価の方もよろしくお願いします。これね、普段言い慣れてないんで、ね、恥ずかしいんですよね。言うとごめんなさいね。ちょっと言っちゃいましたけど。はい、という感じで、今週のダラダラジオは以上でございます。来週ね、また日曜日に何か喋っていきますので、よかったらそちらの方もぜひ聞いてみてください。では、また明日から1週間、お互い頑張っていきましょう。それじゃ、またね。バイバイ。